亡き父への思いを吐露し涙。タレントの中川翔子が12日、自身の X、旧 Twitter を更新。大好きな憧れのハワイで結婚式を報告した。中川は4月27日深夜にファンクラブサイトで同年代の一般男性と結婚することを発表。その後も更新し、直筆メッセージで改めて中川翔子、お嫁に行きます。と報告していた。この日中川はハワイで結婚式でした。毎日虹が出て、克彦さんも来てくれたかなと思うと泣いてしまった。生きてきてほしかったです。恵子さん、克彦さんの分も育ててくれてありがとう。と両親への思いを綴り、ウェディングドレス姿の中川が、母恵子さんと共に32歳の若さで亡くなった父克彦さんの写真を持つ写真屋などをアップした。続く投稿では、大好きな憧れのハワイでロイヤルハワイアン、ピンクパレスでフォト、カハラホテルのチャペルで結婚式でした。ハワイの優しい風と光フォーシスさんのドレス、真っ白とパステルレインボーとラプンツェルみたいなラベンダーでした。と素敵なドレス姿の4枚の写真を投稿した。この投稿に対しフォロワーからは、めちゃくちゃ素敵です。たくさんたくさん幸せになってくださいね、幸せのお裾分けありがとうございます、などのお祝いメッセージが続々と寄せられていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。